アモルフェアは、真核生物のすぐ貝に位置する分類群の一つ。オピストコンタとアメーボゾア、およびそれらに近縁な原生生物が含まれている。オピストコンタのさらに貝には、抗生動物や真菌が含まれている。この分類群は、ヒト、赤パンカビ、黄色玉ホコリカビの3種をすべて含む最小のクレード、と定義されている。ただし常実のクレードに、 以下のいずれかの種が含まれる場合には、アモルフェアという名前を使わないこととされている。白いヌなずな、テトラヒメナテルモフィル、サラシオシラスーデナナ、ビガロイエラナタンズ、ユーグレナグラシリス、イミリアナイアハックスリー。アモルフェアという名前と以上の定義は、フィラコドでも有効なものとして登録されている。アモルフェアに属する系統では、カラヤ、 細胞壁のような硬い構造に覆われない限り、細胞が特定の形を取らないことが多いことから、名付けられた。以下のような系統が含まれている。アメーボゾアトーピストポンタの禁煙性は、分子系統解析により2000年までに繰り返し、示されている。その一方、深刻生物に対する、外群の情報を十分得ることが難しいため、深刻生物全体の共通祖先の位置は、 明確になっていなかった。キャバリエ・スミスは2002年に、弁毛と中心固定の進化と合わせて考察することで、この二群が、深刻生物の起源と関係しているという説を提唱した。すなわち、一般的に中心固定は二つ、体になっていて二本の弁毛が生じるのに対し、アメーボゾアやオピストコンタでは、弁毛が一本だけのものが多く、特にアメーボゾアでは、 中心固定自体が単独で存在するものがある。そこで、中心固定が体にならず弁毛が一本の生物をユニコントと呼び、深刻生物はユニコントの祖先から日本弁毛を生じるバイコントへと進化したものであり、オピストコンタや特にアメーボゾアはその過程を反映した生物だと主張した。この説自体はそれほど、 広く受け入れられたわけではないのだが、深刻生物全体を祖先的にユニコントとされた二軍と、祖先的にバイコントとされた残りの軍に二分することは広く行われ、学名風にユニコンタと呼ぶものも現れた。ユニコントが祖先的という仮説は間もなく否定されてしまったため、それと混同することを避けるために、2012年に改めて正式に命名されたのが、 アモルフェアである。ありがとうございます。